本日の一番売れ、ことはできないと信じています。冤罪が大きな社会問題になっている本日において、
Thank you.
Taguchi, Kotono, 24歳. Kyoto de umarete koko igai de kurashita koto ichido mo nai ne. Anmari kouyu koto dou shite mo tte iwareta shi, chotto dake oshiete ageru wa. Hatsu koi wa yochien no toki ya kedo, sono hanashi wa anmari omoshironai kara. Tobasu na. Hajimete otoko no to to Kyotan wa shougakko 4 nensei no toki. Kyota yute mo kodomo no koro ya kara, gakkou kara issho ni kaettari, uchiko no iri utte oyatsu gotsusou shitari kareari. Sono teido no tsukiai yatta kedo, ikkai konna koto atte. Aki no undou kai no toki, kurasu no ouen no kanban tsukutta toki ni na. 私、その看板に絵の具こぼしてしもって、みんなから一人でやり直しやって言われて泣きそうになって作り直してたら、彼だけ一緒に残ってくれんで、手伝ってくれて、それも一言も喋らんと、黙々と紙張り替えてる彼見てたら、熱いもんがぐっと込み上げてきて、彼に力のように涙流して、 彼のこと好きなんやなって思い始めたんやけど、私からは気持ちが誰に勝って、で一緒に帰るのもおやつ食べるのもなんや恥ずかしゅうて泣けるようになってしもて、一人でどうしようどうしようと思ってる。冬休みになって、始まったら勇気出して告白しようって希望を求めた。 新学期始まって、僕は私の側学校行ったら、彼、お父さんの仕事の都合で、冬休み中に転校してしもてて、人のこと好きになったん初めてやったから、ショックもひとしおやったんやろね。彼の引っ越し先もわからへんし、それからしばらく好きな人できひんかってん。 私、京都いうとこが結構好きで、友達は大阪や神戸や遊びに行きたがるけど、一人でお寺なんか散歩するのが好きなんや。ちょっと生活暗いかもしれないけど、お寺の庭歩きながら、花の名前一つずつ言うていくね。知らん花には勝手に名前つけてあげんね。そしたら、 その花が私のもんみたいに思えて、何が嬉しいなってこんねん。そんなんやから、アルバイトも大原の3000円の階段降りたとこのお土産屋さんで長いことやってたんやけど、高校2年の時、こんなことがあってん。お客さんがお団子食べた後のお皿片付けてたら、聞こえるか聞こえへんかくらいの状況でんで、 くずもちふたさらください。で、椅子がすごく長くなって、はいって答えながら、その人の顔を見たら、小学校4年の冬休みに転校してた彼やんか。気持ちはすぐ4年生に戻ったんやけど、彼の横に立っているセーラー服の子見たら、全然気になって、彼が私の気づかんうちに奥に入って、 いつも強い人たいんだけど、悩みはすんなのこんなに。うち男半のことよう分からん。男半のことよう分からん。 ちょっとすいませんけど。